ラオボーグジャパン、今日はすごい久々のボーグの撮影、すごく楽しみです。キラキラで頑張りますこういうのがかわいい。これも持ってます。かわいい。もう完全にこのタイトルっていうか、このテーマが来た時にもう、うわ私じゃんっていうすごい思いました。こだわりはこだわらないこだわりって感じですかね。なんか自由に気ままに好きなものを着るっていう感じが、自分がこう絶対これってこう決めてるものは特にないんですけど、そうしていたら結構派手なものが勝手に集まってきて、あ、私ってこういう人なんだっていうのがファッションでわかるって感じです。中さんがすごいファンキーで、なんかポージングもすごいいろいろやっていただいて、まあ、すごい楽しく撮影できました。私がやっぱり浜崎あゆみさんっていうね、もう一世を風靡されたね、もう渋谷みんなあゆ大好きみたいな、もう全部あゆみたいな時代があったじゃないですか。その時代に一番、まあ小学校5年生とか6年生とかそれぐらいの、まあそのファッションに興味を持ち出す頃だったので、なんかそこでやっぱ影響を受けたっていうか、そのファッションなんか楽しいなと思い始めたのはそれぐらいですかね。ファッションで自分でなんかいろいろアイディア出してなんか作っていきたいなっていうのもすごくありますね。めっちゃ可愛いこれ。このさオレンジのセットアップも普段使いにめっちゃいいじゃん。これいいですね、うん、あら、ね、あなたもスリッパだったのね超可愛い。すごい可愛い。しかもなんかヒールって結構きついけど、これだったらリラックスできそう。ふわふわで、あーって。すごい。ジバンシー、こんなの出してるんですね。すごいよね。すごい。いやー、お尻。可愛いこれ。これパンツですよね、ショーツ。そう。うわ。すごすごくない、すごい、いつ履くのシリーズさってさって、かわいい。どうしよう、グリーンで行かないんだったら前髪入れた方がいい気がする。そうだね、そうしようか。すごくこうなんかこう嫌なことがあったり、すごく落ち込む時があっても、こういうお洋服を着ると自分のこうテンションを自然とこう上げてくれるような感じのお洋服っていうか、そういうものを多分自分で勝手にこう取り入れてるんですよね。だから自分的にこう栄養ドリンクみたいな感じです。もうエネルギーをこうどん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 こう外からこうチャージして、内側から元気がなくてもこうどんどんこう元気がなんか溢れてくるみたいな感じがあります、お洋服には。やばい、かわいい、めっちゃかわいい、羨ましい、超いい、かわいい、超かわいい、いいじゃないですか。ありがとうございます。もうすごい、今日は本当に全部の衣装がかわいくて、もうなんか私の奥底に眠っていたものがなんか大爆発みたいな感じで、いやもう本当にストレス発散できました。ありがとうございました